いますよね。カフ鬼滅よりさ、ホラー映画見なきゃいけない。返却日来ちゃうから早く見ないといけなくて。早く見ないといけない。まあ見るけどね、鬼滅。今日鬼滅見た後見ちゃえばいいかな、2本。やばいかな今日さ。そうメイク違うのかな。なんか写真でもなんか言われた気がする。なんか今日違いますねみたいな。何が違うんだろう。ストレートか巻きかっていうのもあるのかな。ね、借りたのね。みんな見たいよね。でもさ、ペットセメタリーはね3回ぐらい借りたのに見てない、見てないし見なかったから DVD で。クライマリーも借りたのに見たことないの。ミッドナイトミートトレインっていうのも借りたくせに見てないから。借りたのに見なかった映画は結構ある。まあ大学行ってたしね。今は正直見れる時間の方が多いんだけど、そう見れる時間の方が多いけど、なんでだろうね。今日の夜ご飯はキムチ鍋って言ってた。さっきバナナ食べた。お腹すいちゃったから。かほちゃんのゲートがカードもゲットしました。あれですよね、観覧車のやつですよか。キムチ鍋、キムチ鍋って言ってた。嘘、絶対キムチ鍋って言ったと思ってたんだけど。あとね、今日帰りにね、お仕事の帰りに郵便局のポスト、郵便局の前にポストあったから出して、服を出して、でその後にスタバで芋のフラペチーノ買いました。で帰り道にねこねこ食パンっていうお店に行って、チョコの猫の食パンを買いました。ラテがね、あのねこねこ食パンのお店の紙袋が好きみたいで、よくその上で寝てるんだけど、もうね一番最初にあげた紙袋がもうボロボロで、ボロボロっていうかなんか噛んだりとかはしないからそういうボロボロではないんだけど、なんだろう、変な風に折れ曲がったりクタクタしてるの。だからこの間お母さんがね、カフになんかラテが新しい紙袋が欲しいんだって、お姉ちゃん買ってきてくれないかなってね、えラテみたいな言ってて、おおと思って、今日帰りにちょっとね、帰り道じゃないんだけど、ねこねこ食パンまで行って買ってきました。お母さんがチョコの食パン食べてみたいって言ってたから、チョコの食パン買って、でその紙袋をいただいて帰ってきました。この
一番最初はなんかねフィニャンシェっていうフィナンシェの猫型バージョンのやつで、これに入れてもらったの。これちょっとラテっぽいと思って。よくさこうカホのさ配信、あのこの画角じゃない時にさこう若干さ映ってて映り込んでた時あったじゃないですか。この猫ちゃんです。うん、そんな高くないよ。スタバぐらい、スタバよりはあれかな、食パンはちょっとするかもしれないけど、それぐらい買ってきてあげました。紙袋も1枚追加で買おうと思ったけど、紙袋もやっぱお金かかるんですよ。でもなんかクタクタになるたびに買いに来るのもいいかと思ってやめた。紙袋はね、あのね分かってるのか分かんないんだけど、ただいまって言ってリビング入って、ラテ見て見てって言って紙袋見せてあげたら、こうやって座ってたのにってラテが近寄ってきて気づいたかもしれん。それはこのフォーメーションはみたいな感じのなんか顔しとった。キラキラしてた。喜んでたかも。でもしまわれてたお母さんに紙袋、ラテちゃんどうする、って新しいのに変える、って、もうちょっとしまっとくって言われてて、もうちょっとしまっとこっかって言われて片付けられてたラテちゃんはね、その猫猫食パンの紙袋とスタバの紙袋が好きで、スタバの紙袋もう私が持ってって、なんか私からのお下がりが多いんです。ラテちゃんはスタバの紙袋をがちょうど浅い段ボールに入って、そこに敷ける、そこの部分に敷けるから引いてるんだけど、引くようになってから入るようになって段ボールに。しかもその段ボールもカホがネットで通販した時の段ボールで浅いんですよ、箱の深さが。そうだから、なんだろう、こう入りやすいって言ってずっと置いてある。だからそのね、なんか段ボールがもうなかなか来なくて、最近のカホが頼むものはもうこれぐらいの厚みがあるから、なんだろう、もうちょっと浅いやつ頼んでって言われるけどなかなか難しいんだよねちょっとなかなか難しくて、その段ボールは更新されていません。リビングに置いてある段ボールもカホの段ボールふふ、恵んであげてます。いろいろ、ラテちゃんはふかふかしたものより髪系が好きらしくて、カサカサした髪系が好きで、なのに割とお母さんふかふかしたもの買ってるで近々ラテちゃん用のベッドが届くんだってリビングの隣が和室なんですけど、和室にさ、なんか新しいマット、もう正方形のマット、カーペット、なんかチャイハネとかで売ってそうなちょっと異国な感じのカーペット、ちっちゃいシャギーみたいな入ってるカーペットが置いてあって、これ買ったのって言ったら、うん、そうって言って、座るときにといいなと思ってみたいな
伊達用ではなかったんだけど誰が座るんだろうと思ってラテ用じゃないのって聞いたら、うん、ラテ用ではないけどって言われて誰が座るんって飾りかなでもまあ一個ぐらいならいいのかなって思ったらさなんかそれは結構厚いカーペットだったんだけど、薄いカーペットが周りに4つ置いてあったのねめっちゃ座るやんと思って、絶対ラテ用だなって思った人間用のサイズなんだけど、めちゃめちゃ人間用一人の正方形ぐらいのサイズなんだけどもうチャイハネゾーン、チャイハネで買ったか知らないけど、そんなゾーンができてる。しかも和室に行くのはお父さんが仕事で使い、在宅ワークの時にそこでやってるんだけど、お父さんは座布団に座ってるのね。でお母さんがたまにラテと、ラテが和室好きだから和室によく行くんだけど、ラテと和室で遊んでる時にお母さんが座るのかな、わかんないけどぐらいなんですよ。お姉ちゃんはたまに寝てるけど和室で、でもそんなにいないし、母もそんな行かないから、どんどんラテのものが届く。ラテちゃん用のベッドに果たしてラテが入るのか入るといいですね。父ちゃん和室にはあんまり行かないですね。和室はね、割とお父さんが生息してる。2階に結構私とお姉ちゃんとお母さんと過ごしてて、お父さんは割と和室にいる。めっちゃいる。ガンダム、クシャトリアもいる和室に。和室はね、ライトがオレンジなんですよ。だから和室であんまり写真は撮らないですね、漏れなくてなんだかんだか自分の部屋がすごく漏れる。環境がいいですよね。タンスとかも白ばっかだから割と漏れます。明るい。でもね、あの砂糖の日に砂糖を持って撮ってる、あれはキッチンかな。後ろに茶色い戸があるところは和室です。そう、お父さんがやってますね。あ、DVD プレイヤーの下にいるやつなんだっけ、ズゴックみたいな、なんだっけ、ファミレスみたいな名前のやつですよね。青がなんかめっちゃ来てたんだよね。なんだっけ、ズゴック、ズゴック、あ、そう、ドラッツェめっちゃ下巻いちゃった。ズゴックとドラッツェ、ドラッツェってなんかめっちゃファミレスみたいですよね、名前が失礼かな。カホは知らない。ドラッツェってめっちゃありそうじゃないですか、ファミレスに。お父さんのやつです。めっちゃいる、本当にもうボー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 ンって感じ。ボー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 ンじゃ足りないかも。ハハハハハハって感じ。めっちゃいる。SKE メンバーぐらいいると思うよ。そんないないかも。そこ、それは持ったかも。半分ぐらい、30人ぐらいはいると思う。
いや、クシャトリアとかガンダム系はいるのかな、全部。でもね、わかんないんだよね、ほぼ全部同じに見えるのか。ほうガンダムもさ種類があるじゃないですか。わかんない、なんて呼ぶのかわかんないけど、ガンダム1、ガンダム2みたいな感じの、あのジョジョみたいな感じ、わかんないけど、空城城太郎とかジョルノ・ジョバーナとかそういう系で多分いっぱいいると思うんですけど、ジョジョが全員ジョジョに見えるようにガンダムが全員ガンダムに見えてるんですよ。顔何が違うのか分かんない。なんかアクセサリー増えたガンダムみたいなにしか見えないんだよね。そう、白に青に赤にみたいな、黄色にっていう感じのガンダム。シリーズが違う、ジョジョじゃん、ね、なんかさ、お姉ちゃんがこの間1ジョジョちゃん2ジョジョちゃんって言ってて、なんかすごい聞いたことあると思ったんだよねジワジワ来ちゃう。ターン A ってなんだろう。めっちゃいるよ、でもわかんない。でも顔は、今日何曜日？土曜日か。うん、赤いのはシャア専用。わかんないよ、めっちゃ言われる、シャア専用だみたいな。え、専用って何？シャアと何が違うのめっちゃ思うけど検索しないわかんないもんだって。シャアしか乗れないってこと？シャアは何？機体の名前？人の名前？何？カホ専用みたいなこと？シャア専用、ザク？ザクは何？ザクが、ん？シャア専用のザクってこと？バーカ、まあどういうこと？バー系って何？バーカってこと？軽くなんか言われてる。ザッツライト。あ、じゃあシャアさんの、シャアしか乗らないザクってこと？それは貴重だね。カトキハジメの略カタカナ多いよ。トヨッキンも赤いから車専用。そうだね、こないだ誰かにね見せたんですよね、トヨッキン。誰だっけ、ルーちゃんかな、ルーちゃんとあの鬼滅トークショーの時に、そう、豊橋のトヨだよって言って教えました。覚えてるか分かんない。ララーに似てる、ララーに似てる。ちょっと検索しますよ。それプチャラティもそういう始まりだったし、ラ
嘘。綺麗だけど。似てる？ララースンだって。踊ってる。ガンダムララー期待。めっちゃなんて名前これ、エルメスのララ、めっちゃでかいじゃん。めっちゃでかくない？え、めっちゃでかいよ。ほら。めっちゃでかいじゃん。なんかさ、ちっちゃいカメムシっぽいなって思ったんだよね。めちゃめちゃでかかった。やだわ、でかいカメムシは。なんかこれ見たことある。あー、なんか飛んじゃった。ツイッターに飛んじゃった。これ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 見たことある。この戦ってたカホが、なんかこのさ、腕が長くてさ3本こうやって出してるやつ、これこれ戦ったことある。カホハイゴック、こんな青色だっけ。宇宙だったからなんか色が違って見えたんかな。ハイコック、グレーっぽい、グレーか緑かみたいな感じのイメージがあったんだけど、赤のやつはいない？あ、いるじゃん。これこれこれは、これ誰の？これもシャア、シャア専用ハイコック。あれじゃ違うのかな、どこで戦ったんだろう。すっごいこれの記憶があるよ、カホ。そう、これ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 、本当にこういう攻撃ばっかしてくるの。これどこで戦ってたの？宇宙じゃなかったのかな。ゲーム、よくわからんかったゲーム。そう、ゲームでこればっか戦ってました。めっちゃ記憶にある。こういうガンダムいるよ。何人かいる。そう、でも宇宙で戦った気がする。カホは何で戦ってたかわかんない。こう期待こういう期待。そう、だからカホは敵だと思ってるよ。これずっと敵だと思って。
チを救っていたんです。だいたいやられてましたやられてました、滅んでましたね。何惑星か滅ぼしましたよね、きっと。ちゃんと見るとどっちも正義なんよ。いいこと言うね、視野が広いよあなたはそうだよ、フリーザと孫悟空みたいな。孫悟空じゃない、なんだっけみたいな感じですか。どっちも正義。ベジータ、フリーザに正義はなかろうフリーザの人ってすごいですよね。どこから声出してるの。ガンダムのアニメは見ないの。なんだっけ、何かおすすめしてもらえます。鉄血のオルフェンズみたいなのは違いますか。それはなんか良かったよっておすすめしてもらいました。それガンダムじゃなかったっけ。ガンダムバルバスタス。ガンダム。ハンギョドンって喋るの？ガンダムシード聞いたことある。大岡さんが言ってたかも。ムカホはもうガンダムはクシャトリアかクシャトリア以外かだから。分からん。クシャトリアが出てくるやつを見た方がいいかもしれん。ガンダムシードそれほどしてる。あ、そうなんだ。ユニコーン？そんななんか、あ、ガンダムユニコーンっていうあれね、シリーズね。聞いたことあるユニコーン。ユニコーンガンダムって誰？ジョジョだ、ジョジョ。ジョジョってことでしょ。ジョルノ・ジョバーのあたりじゃない。そう、夜ご飯食べながら今日鬼滅見る予定なんだ。あ、そう、そういえば今日はね、よっ、これをゲットしました。ヘアオイル、カホがメールで言ってたやつ。これまだテープついてるんだけど、これのあれもある、ヘアパックもある。そう、こっちは最近発売で、よいしょ。
ち？こっちまだ新品なんだけど。ほこりかぶってる。1週間、まあそれぐらい前に買いました。お風呂にさ、まだ自分が使ってるやつ、違うやつなんだけどがあるから、それがなくなるまでちょっとお風呂場には行けません。3箱目ぐらい繰り返し買ってますの。これの、これがヘアパック、ヘアトリートメント、ヘアマスクなんですけど、何が違うんだろう、ヘアマスクとかヘアトリート古いかなんですけど、これを最近出たんですよ、9月の末中旬かな、使おうと思って。そう、こっちは洗い流さないといけないからお風呂で使うんですけど、こっちはねお風呂出た後かな。うん、使う。今日はもう違う L10 だっていうやつ、ヘアオイルがついてるので匂いなくなっちゃった。懐かしい匂いがする、冬の毛って感じ。髪の毛っていいですよね、いい匂い。冬の毛。いっぱいありすぎて混ぜるな危険みたいにならない？なんかそれはね、美容液系が多いですよね。なんだっけ、何かと何かは一緒に使わない方がいいとか、ナイアシンアミドとビタミンとかかな、レチノールと酸系とかっていうのはすごく見るけど、あとはなんだろう、アルカリ性のものを使いすぎると肌が弱っちゃうとか、弱酸性がいいって言いますしね。っていうのぐらいかな。顔もね、その辺は詳しくないんだよね。浸透ジェルの後にスキンクリーム塗った方がいい。うん、なんだろう、軽い順、液体順っていうのかな、固体に近いものを後に回した方がいいです。水から ヨーグルト、まんじゅう、石みたいな感じで、あの柔らかいもの、柔らかいものっていうか、そう水っぽいものから使ってった方がいい。
例えがちょっと難しかった、本当にちょっと石はさすがにないわ。髪染めたことないけどオイルとか塗った方がいいかな。うん、髪の毛はね、摩擦、寝てる時の摩擦とか日差し、外によく出る人だったらその紫外線で髪の毛も傷んじゃうから、そうヘアアイロンしたり染めたりしてなくても髪の毛は傷んじゃうからケアしてあげた方がいいかも。まんじゅうからの飛躍がすごいね。浸透液は導入液と、ちょっとなんか違うような気もするけど、どうなんだろうね。導入液は化粧水の前に使うんだけど、浸透液は化粧水として使っても大丈夫だし、なんだろう、それ自体に栄養があるかどうかっていう感じなのかな。そろそろ時間だね。強くになっちゃう、違うかそれは。里香保ファン、美容意識高くてすごいって、おめでとうみんな。おめでとうございます。そう、ホムラの方だった。今日は決め腹ってしてきたので、メイクさんとルーちゃんに絶対見た方がいいって言っといた。アニメ見なくても分かるもんなのってメイクさんに言われたんですけど、いやもうアニメも最後だけ見とけば全然大丈夫だったんで、もうとりあえず見た方がいいですって言っといた。大岡さんにも言ったの、絶対見てくださいよって。録画はしたって言ってたけど、どうか分からん、確認の LINE しなきゃ。というわけでランキングを見まーす。1位、ありがとうございます。お腹めっちゃ鳴ってた、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。はぁ、7位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。なにこれ。12位、ありがとうございます。あ、飛んだ、変わってないかな。でも13位、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、君がいてくれて。ありがとうございました。すごいレレレみたいになっちゃった。なんだっけ、なんだっけ、なんかさっき言ってたやつ忘れちゃったよ。タイプ A じゃなくて、あのヒゲガールガンダム、それはいないと見たってコメントしてる人がいたから
ちょっと探しとくね。わかんないけど。じゃあねー。